どうもー、こんにちは。美術をもっと楽しもうをモットーに動画投稿しています、小柳先生です。今日も元気に楽しく絵画の解説していきます。では、本日ご紹介するテーマは、こちらベロッキオのトビアスと天使です。いやー、何これって感じですよね。左にいる人は五光に羽があるからきっと天使で、右は普通の青年ぐらいだから、あ、きっとこの青年が早くに五輪中で天国に連れて行かれるところねーって勝手に殺さないでください。実はこのテーマは旧約聖書から取られたものなんですが、まあね、物語自体は実はあんまり一般的ではないんですが、でもこの絵はルネサンスの時代頃にとっても人気のあるテーマだったんですよ。実はこの絵画、ある種のお守りの代わりだったんです。ということで本日はトビアスと天使を追ってみましょう。今日も楽しく美術トラベル。では、こちらは15世紀の中頃、イタリアはフィレンツェの画家アンドレア・デル・ベロッキオによって描かれたトビアスと天使という作品です。今はロンドンナショナルギャラリーに所蔵されていますね。昔々、今でいうイラクにトビトという心優しい男が住んでいました。で、この男がどうしてここに住んでいたかっていうのも物語があるんですけど割愛。まあとりあえず住んでたんですね。ある日、彼が外を歩いていると空を飛んできたスズメの糞が目に入り失明してしまいましたって驚愕の展開で、目が見えなくなって財産もなくなって猜疑心に取りつかれてしまったことを悲観して彼は死を願うようになっていたんです。そして同じ頃、今でいうイランのエクバタナという町にサラという女性が住んでいました。彼女はアスモダイという悪魔に取りつかれていて、その悪魔はサラが結婚をするたびシュアに夫を絞め殺してしまいました。サラは7回結婚するんですが7回とも絞め殺してしまうんです。そしてサラは人々から悪魔付きと呼ばれるようになり、彼女も死を願うようになっていました。さて、トビトには息子のトビアスがいたんですが、ある日エクバタナに住んでいる人にお金を貸しているからそれを回収してきてくれないかとトビアスに頼みます。トビアスはまだ少年の面影を残すような年齢でしたが、トビトは盲目ですから頼むしかありません。トビアスは犬をお供にはるばる借金の回収のお使いに行くことにしたんです。しかしやはり危険な道中、トビアスも恐る恐る歩みを進めていると、そこで久しぶりに会うトビトの親戚アザリアに出会ったんです。そして彼が「おや、トビトじゃないか、偶然だな。そちらの方向だったら私が詳しいから一緒に行かないか」と声をかけてくれたんです。渡りに船の提案にトビトは安心し、彼と一緒に道中進むことにしたんです。さて、ある晩彼らがチグリス川のほとりで野宿をした時に、突然一匹の巨大な魚が水面から飛び出しトビアスを食べようとしたんです。しかしトビアスはアザリアの指示によって難を逃れた上にその魚を捕まえました。するとアザリアが「内臓を取り出してみなさい」と言うんです。アザリアはその心臓と肝臓を燃やすと悪霊を追い払う効果がある。胆嚢は父トビトの目に塗るときっともう一度目が見えるようになるに違いないと言うんです。ちなみにこちらがそのシーンを描いた作品、ヤコポ・ヴィリャーニの「魚をさばくトビアス」です。魚はなんだかナマズみたいな感じなんでしょうか。物語通りなのはわかるんですけど、とりあえず魚の目がキモいわ。さて、その後は目的地に借金回収へ向かいます。ここでお金を返してもらえないとか何かあるのかと思ったら、お金はすんなり返してくれました。で、その後夜も遅かったのでアザリアから「ここは親戚の家、もう夜も遅いからこのうちにお邪魔になろう」と提案を受けてそこで夜を明かすんですが、その家がサラの住む家だったんです。トビアスはサラと意気投合。トビアスはまさかそこで結婚まで考えてしまうんですが、サラは覚えてます？ 7 回も新郎を絞め殺されて死を願っていたと言いましたよね。そしてサラの周りの人々も反対します。この娘は7回も結婚して7回とも夫がシュアに絞め殺されてしまった。この娘は縁起が悪いからとてもじゃないけど勧められないと。でもサラを心から愛していたトビアスはそれでも関係を持とうとするんです。その熱意に負けた周りの人々はサラとの関係を認めるものの、どうせまた殺されちまうに違いないとお墓を掘って準備して待ちます。なんといっても7人が7人殺されてしまいましたからね。さてそんな中迎える初めての夜、2人きりになってそろそろという頃にサラの背後から悪魔アスモダイが出てきました。しかしそこでトビアスは急いで川で捕まえてきた魚の心臓と肝臓を香炉で炊いて、その煙をアスモダイに浴びせました。心臓と肝臓を燃やすと悪霊を追い払う効果があるって言われてましたよね。するとアスモダイはそのまま暴れ出し、そこを親戚アザリアが見事捕まえたんです。というのがこのシーン、ピーテル・ラストマンによるトビアスとサラの主演。トビアスがお香を焚いてその煙が悪魔を苦しめています。なんか悪魔が思っていたよりも小型、そして火もなんか炭みたいなんですけど、悪魔は煙が出てくるまで待っててくれたんでしょうか。そして2人はドキドキの初夜を乗り越えて結婚の宴を催すことになったそうです。そして新妻のサラを連れて家に帰ったトビアスは途中取った川魚の胆のうを唐突に父親の目に塗り込むんです。そしたら効き目一発、人々の目は見えるようになったんです。こちらはベルナルド・スロッツィの人々の目に胆のうを塗り込むトビアス。まさか後ろから行くとは。しかも右手前にはその時の魚がずっと持ち歩いてたんでしょうか。臭そうですね。そして借金も回収し、まさかのトビトの目も回復した劇的なクライマックス。そこでトビトは「全てうまくいったのはあなたのおかげですアザリア、どうぞお礼を受け取ってください」とアザリアに呼びかけると「いえそれは受け取れません。そして実は私はアザリアではない。私の名は大天使ラファエル。私にではなく神に感謝することです」と言われ、ラファエルは天に帰ってきました。アザリアがまさか天使だったなんてとはもはや全然ならないと思うんですが、まあゆっくり絵をご覧いただきましょう。右側の若者がトビアスです。まだあどけない表情をしているものの、身なりはとても美しく育ちの良さが感じられます。背中にマントをはためかせることによって今まさに軽快に歩いている様を表現しています。彼の左手には小さく丸められた借金の領収書を持ち、さらに人差し指には魚を結びつけた紐を引っ掛けています。魚の中には赤い線が見えるんですが、切り開かれて内臓が取り除かれていることを示しています。そして彼の前に立つのがアザリアに扮したで、さっきから全然扮してないんですが、大天使ラファエルです。美しい衣に色鮮やかな羽を生やして、その頭には五光を冠しています。その顔は後ろに向けられ、あどけないトビアスを思いやっているようです。右手に持たれた小さな小箱は魚の胆のうを取り分けて、すでに薬となったものが入っていることを示しています。こうしてトビアスの旅をずっと見守り続けてくれたラファエロ、つまりこの作品は旅人のお守りとして多くの画家によって描かれた主題なんです。ルネッサンス期を支えたフィレンツェの富豪メディチ家は金融業で世界一の財閥に上り詰めました。キリスト教ではお金を貸してその金利を得ることは禁止されています。ただ異なる通貨を両替するときに得られる手数料はその限りではないということもあって、両替手数料という名目で実質金利を得ていたんです。そして彼らはお金の回収は信用できる家族に貸していたんですが、現代のような旅路ではありません。まして彼らは多額の現金を持っているんですから、山賊に襲われるかもしれません。そんな中、両替商は家族の安全を神に祈るしかなかったんです。そこにこの天使と共にその旅路を終え、無事に戻ってきたトビアスの絵を描いてもらい、この絵に旅路の安全を祈った。これはとても切実な祈りだったんですね。いかがでしたでしょうか。いやー、こんな地味な絵にこんな祈りが込められてたなんてって思いますよね。そしてまさか魚の心臓と肝臓が悪魔払いに効くだなんてなかなかの発想です。そしてまさか魚の胆のうが顔料に効くだなんて、いやちょっと最近目悪くなってきたから早速魚釣ってきて胆のう塗るわって方、ちょっとお待ちを。多分あかんからということで、あくまでも聖書の中の奇跡としてご理解をお願いしますね。では本日の動画はここまでになります。ここでちょっと久々の小柳先生のメンバーシップを募集中です。今までは月1のライブがメインの活動だったんですが、今年はなんとアート好きの方のオフ会を開催していこうと思っていますんで、一緒に美術館なんか行ければいいなって思ってるんです。一応4月に最初東京でやってみようかなって思ってますんで、ご興味のある方はぜひぜひ一緒にわちゃわちゃしませんか。よろしくお願いします。バイバーイ。チャンネル登録してます？あ、しない方ですか？私はね、結構する方なんですよ。してみたらどう？